秘宝アメリカ31失点で敗北。メキシコ相手に敗北しました。野球は結局投手ゲーなんやな。最強日本は誰と戦わされるんだよ。11点取られたらな。アメリカのネット見てみたい。日本と同じように先端探し合ってるのかな。トラウト、嘘だよな。アメリカがやられてる。相手のメキシコも全員メジャーリーガーだしな。野手に関しては本当にオールスターに出てるようなメンバー揃えてるのに、これは言い訳できないよアメック。トラウトしか知らんわ。ジャッジとかいうやついないやん。今回は面白い試合多いな。野球は投手ゲーだから。これで終わったらまたアメップくんへそ曲げちゃうだろう。あいつらが乗り気になってくれなきゃ野球そのものがしぼんで終わるんだから。空気読めし。今からジャッジって大谷に勝った人を呼ぶべき。大谷はメジャーなのになんでアメリカ代表で出てないん？コールドではないのか。勘違いした。209億円スター軍団輝けず。メキシコも普通にメジャー選手ばっかりだしな。まあ日本は投手陣世界一だし、スーパー安定して見れるわ。ご視聴ありがとうございました。